ろしくお願いします。いきましょう、せーの、5、4、3、2、キャンプイチ。I never got it, what you had to go. I guess this world's too slow for you. I think there's beauty in the gray, the cold, but you just want the gold. And there's no way I can beat it, cause I got no chance, no chance when it comes to her. She got the glitter and the fame, and I just wasn't enough for you.いい人ばかり。奈良キャンプ地に来るお客さんはいい人ばかりで、はい、あと2日間楽しみます。はい、頑張りました。初めて売れました。出ちゃいましたね。初めて売れて嬉しいです。どうですか。大盛況ね。すごい人。やっぱりインフルエンサーさんに集まってみんないっぱい記念撮影で。あ、そう、撮られました。へー、写真撮ってください。撮りました。ないです。へこんでない。トントンコーヒーの売れ行きもいいしね。トントン頑張って売っていきます。だからその後にこのスマホ買った。一日怒涛やったな。なあ、うん、あれやこれやれどこも見れずに。ほんまや、雨降ってきてね、うん、明日はちょっといろんなブース見ましょう。見ましょう。インスタに5人の入り方とかも紹介してるみたいな。
感じでいいです。だんだん深み出てるね。そうです、そうです。これまた違うブレンドなんで。あ、マジですか。はい、よかったら、ください。また後で来るとか。ぜひ、お待ちしてます。はい、ありがとうございます。外に見てください。この辺がポロポロしてくる。そうです。よし、じゃあ3分、よーい、スタート。力加減はこんな感じですか。そうそうそう、砕けてるなぁ。これ、相手抜け嘘、子供でも叩かへんの。これなんか意識しちゃいました。さすが、さすが。じゃあ私この間にお湯を準備していきます。あと2分以上のこと。腕がやばい。あと1分40秒のことばます。そんなに結構くるね。3、2、1、はい、お疲れ様です。だいぶ、おおー、すごいじゃん。マジか。すごい、できてるね。あ、お湯も入ってる？入ってます。あ、結構いいでしょ。めっちゃいい匂いする。あ、ゴミもらいます。ありがとうございます。わー、すごい。さすが大人。ありがとうございます。あの、入れてください。はい、お兄ちゃんめっちゃ感動してるよ。ちょっと濡らしたわ。めっちゃいい匂いする。わ、すごい。美容師の方めっちゃあの駒引きになってる。ナーさんぐらいが多分中引きで。いや、ここまで3分でコーナー引きになったら初めて見たんやけど。昨日だって10時間ぐらい寝てるんで。10時間のパワーがここに全部。俺ちゃんと蒸らして入れたから。すごい。なんかあのナーさんの方が男っぽい入れ方やね。男がどこだ。ワイルド。めっちゃ美味しそうじゃん。ほんまや。本格コーヒー。ナーさんすごいタプタプなんですけど。うん、こんな感じが。初めて見ました。そんなに落ちにくい焚き火ブレンド初めて見ました。じゃあ飲んでみてください。はい、乾杯。これを前にしなきゃ。さすが YouTuber。 さすが YouTuber。 イエーイ。いただきます。あ、これはうまいですね。もうお世辞抜きで。やばいねこれ。あ、おいしい。いや、トントンでも十分引き立てを味わえると思うんですよ。普通に飲んじゃってます。めちゃくちゃうまい。何のボケもなく。俺のがうまい。確かに。え、これやばい、うまい。確かに言うた。確かに負けたわ。わあ、よかった。皆さん、おすすめです。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。お願いします。3分間なんですよ。さあ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 、すごい。怖い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 。横の手が怖い。ここね。そうそうそう。はい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 。リズムが。して。僕は元ドラマーなんで。はい。かっこいい。こっちもこっちも。見えます。見えます。すごい。足がダサいな。よく。すごい。すごい。すごい。すげえ。すごい。かっこいい。めっちゃかっこいい。ちょっとお湯持ってきます。もう入ってきたんだ。ありがとうございます。すげえ。こんにちは。こんにちは。ありが
がとうございます。はい、ありがとうございます。はい、おー、ありがとうございます。ありがとうございます。すごかったね。もうあの佐田高とかギリメンさんってことすごかったな。すごかった。ドントンコーヒー初じゃない。もうドラムコーヒーになってた。ドラムコーヒーだったな。新しいコーヒー生まれました。ドラムコーヒーです。もう名前変えよう、ドラムコーヒーに。いや、これはもうあれじゃないですか。ギリギリコーヒー。ギリギリコーヒービーズやないかも。ギリギリアウト、アウト、ギリギリアウトやから。ちょっと今回のイベントの主催者さんがいてるのでインタビューさせてもらおうと思います。今回のイベントの主催者のリョスさんです。はい、リョスです。ありがとうございます。いや、こちらこそ来ていただいてありがとうございます。めっちゃいいイベントです。あ、はい、運動会すごかったですね。めちゃめちゃ見てました僕。体全部痛いですよ。あ、ですか。ちょっとやるかどうか迷ったんですけど、もうせっかくやったら振り切ってやろうと、うん、めっちゃ楽しかったです。あ、よかったです。ほんまにあんな大人なって、はい、あんなね、体を動かすこともないし。そうですよね。そう、夜見ててめっちゃ面白かった。そう、面白かった、はい、夜にあのイベントのね関係者だけで集まって、はい、運動会したんですけど、はい、まあ楽しい。楽しかった、よかった。あんな大人が走ってるとこって見られへんと思うんで、はい、そうですね。はい、ありがとうございます。はい、とてもないです。でも今までのこの開催に至るまで何ヶ月かかったんですか。4ヶ月ぐらい。4ヶ月、はい、前から準備始まって。そうです。もともとはキャンプ場、はい、炭焼きアウルさんっていうところの、はいはいはい、でもちっちゃい、うん、まあ、50人100人ぐらいのイベントをしようって話だったんですけど、あ、まあ、あのここの月ヶ瀬の観光協会の人が聞きつけて、はい、もうやるんやったら町を挙げてやろうっていうので、あの奈良市の町おこし隊の人とか、はいはい、でも場所もここ使ってくれっていうので、はい、気づけばどんどん大きくなってって感じです、はい、大変でしたよね。でもまあでも本当にみんなが協力していただいて、特にまあインフルエンサーの人とかみんなすごい横のつながりがあって、あ、確かに皆さんがいっぱい PR してくれたんで、おかげさまでチケットも全部完売して、うん、ねえ、はい、すごい。チケット完売したっていうのがもう私すごいプレッシャーで、はい、できるかなって私できるかなって。いや、ほんまにおかげさまです。いや、本当に楽しいイベントありがとうございます。はい、またこれってまたあるんですか。あります。あのキャンプ市って今回奈良キャンプ市なんですけど、はい、今後いろんなところでやるんで、あえてキャンプ市だけにしてるんですよ。あ、そうなんですね。だから次例えば京都キャンプ市とか、静岡キャンプ市とか、全国でやる予定です。すごいですね、はい、いや、もうすごいイベントに出てしまったかもしれん、はい、ぜひもう毎回来てください。あ、毎回来れたら、はいはい、もうよろしくお願いします。ぜひぜひ、はい、ちょっとこれに懲りずまた誘ってください。もちろんです、もちろんです。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。リョスさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。昨日ありがとうございました。あの、義理のお兄さんです。いいわ、すいません。いや、本当お疲れ様でした。お疲れ様でした。もう体ボロボロですけど、あ、もう私腕取れそうです。取れました。取れました。ちゃんと取れてます。一回取れました。朝つけましょう。もうね、応援してきましたよ、ね、はい、優勝できてよかったです。優勝したんですよ、同じ白チームで。そうです ね, ね、頑張りました。お肉をちょっとキャンプでいただこうと。はい、ぜひ、はい、また会いましょう。そうですね、ぜひお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、また、はい、失礼します。失礼します。無料に言われて、いや、もうみんないい人すぎて。主催者さん楽しいですね。毎回お呼びしてくれるということで、まあ、社交辞令か分からへんけど、でもまた誘われたら行きたいですね。行きましょう、またね。どっちしろ僕は明日開くんで。
奈良キャンプ市2日にわたって行われました。いろんなインフルエンサーさんと関われて本当良かったと思います。まだあれですよね、はい、奈良だけじゃなくて、はい、なんかいろんなとこでやっていくみたいな話ですよね。話してましたね。もしかしたらあなたの町の近くにキャンプ市がやってくるかもしれません。その時の参考になれば嬉しいです。お疲れ様でした。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。今回一緒にありがとうございました。キーちゃんと班長ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ皆さんまたお暇で、バイチャオチャンネルでした。バイバーイ。